まあ、そうにしてもね、今、東京都知事選があるんですけども、まあ東京都知事選と同時に、ですねまあ東京都の都議補選というね、えー、都議選の補欠選挙っていうのも行われるということで、まあ僕はここも、えー、どうなるのかなって注目してるんですけども、まあ特にね、 えー、まあ、特に、あの、女性ばっかりの候補で注目されている北区の都議補選っていうのが、えー、まあ、特に、あの、もう、なんていうんですかね、まあ、都知事選より注目すべき選挙なんちゃうかな、いうぐらいね。 もう激戦になっているっていうことで、まあ、これがどうなってんのかなっていうのがすごく、あのー、気になっててね。まあ、そのい今回の構図、とぎ、北区都議補正の構図っていうのは、えー、小池百合子さんがね、自分の秘書だった方ですかね、宝ジェンヌの天風伊吹さんっていうのをですね、立ててですね、まあ、それに自民、公明が、えー、推薦してるのかね、自民党が立てた山田 子さん、えーね、公明党も山田さんをですね、あのー、応援しようとしていたのに、まあ、そこに。 小池さんがですね、甘風い吹きさんを立ててきたから困惑してるっていうね、まあそういう図式もあるということで僕は注目してたんですけども、まあそこに立憲民主党の筆談ホステスの斎藤理恵さんとかですね、でまあ乙北さんがね、あの北、北区北区調整で大量を得票しまし、前線しましたからね、あの落選したんですけども、 ま、あそれで維新も、えー、佐藤琴さんということを、佐藤琴さんという方を立てていると。で、あと、堀モ門神道、っていうか、これは、もう、立花さんとこやと思うんですけど、あのー、堀モ門神道から新道か奈さんっていう、うん、えー、ニコ生で人気のある人とか、あった人とかね、あのー、 方を立てているっていうことで、まあそういう意味でもいろいろ注目されてて、まあこの、この北区都議補選っていうのもどうなんのかなっていうね。まあやっぱ乙北さんが北区、北区朝鮮でね、あの都議を辞めて北区朝鮮に出られて5万票ぐらいあの獲得したっていうのがあってですね。まあだから維新が強いのかなと、うん。 元木田さんもね、東京では人気あるというか、ええー、この間の参院選では東京選挙区でね、あのー、当選されましたから50万票以上取ってね、だから北宅でも人気あるのかなと思ったら、あの、これトースポに、えー、この情勢っていうのが載ってるんですけども、またトースポだから、どう、信頼度はどうなんだっていうね、あの、 いや、思うかもしれませんが、いやいや、あの、トースポの政治の、こういう情勢記事っていうのは、まあ、信頼性のあるというかですね、あの、なんていうんですか、あんま、かむす。 他の情勢調査の数字とか見てね、あの、変えてたり、まあ、あとね、まあ、陣営のね、陣営もそういう情報を持ってますから、選挙情勢のね、えー、だからそういうとこから見ても、まあ、僕は信頼全然できると思うんですけど、まあ、これ立憲民主党のね、あの、関係者もなんか言ってて、で、まあ、今の情勢っていうのは、えー 今のところ自民党の山田かな子さんが先行してて、えー、その次を立憲民主党公認の斉藤理恵さん、筆談ホステスの斉藤理恵さんが猛追していると。えー、で、3位に、えー、維新の、えー、佐藤琴さんが来てて、その後に、えー、小池合子さんの秘書だった宝ジェンヌ、元宝ジェンヌの都民ファーストの会の天風いぶきさんが来てて、 で、その、まあ、最後に堀江門新党の新藤かなさんが追っているという図式になっててですね、これ本当に立、立民関係者っていうかね、立憲民主党関係者も斎藤理恵さんね、筆談ホステスの斎藤理恵さんが、えー、共産党の応援なども受けて2位で山田か奈子さんを猛追していますと。えー、党本部で作った斉藤さんの動画のアクセス数は110万 回を超えていて、えー、当選の手応えを感じています。と話しているということで、まあ、ここがあの僕は意外だなと思いましたね。なんかここは維新がもうちょっと言ってんのかな？と。あの音、喜さんのね。強いとこなんであのかなと思ったらそうじゃなかったっていうね。 まあ今回トミ、小池さんのねうに都民ファーストの会が天春伊吹さんというのを立てたことによって、えー、多分、音喜多さんは前の都議選ではですね都民ファーストの会で当選されてるんですよね。でそれをや抜,抜けたんですよね。まあ、対立してやめはったような、やめはったと思うんですけども、だからそこが、あのー、多分、都民ファーストの会とか小池さんとしてはですね、まあ、だから、 そこでトミーファーストの会の候補立てないっていうのはないという選択をされたんじゃないのかなっていうのは思うんでね。だからその辺で、あの、維新のね、票が割れるのかなっていうので3位っていうのはあり得るのかなって思ったりもしますね。うんただまあ帰宅って言ったらね、まあ、えー、公明党と自民党が今回、えー 山田加奈子さんをね、まあ、支援っていうか、自民党は公認候補なんですかね。と、えー、いうことで、まあ、強いとは思われるんで、まあ、それは、あの、だから今のところ先行してるということなんでしょうけども、まあ、立憲民主党もですね、まあの、共産党とね、あの、立憲民主党の前回の都議制の票を足せばですね、3万8000票ぐらいはあると、えー だから本当、まあ、わかんないですよね。いや、だからもっと頑張れよっていう話なんですけども、だからこそ今ね、その東京都知事選で宇都宮県事さんをね、今回立憲民主党が、えー、支援してますけども、だからもっと立憲民主党も頑張れよっていう話でね、あの、<laughs> まだその立も頑張れよっていう話でね、 立憲支持層が6割しか、えぇ、ー、6割じゃなくて、立憲支持層は宇都宮さん支持2割しか固めてないっていうね。立憲の2割しか宇都宮さんに支持してない現状ですから、だからもっとね、あの、力入れて、この斎藤さんとセットでね、この投票率を上げていこうっていうね。 都議選にもも足を運んでそういう意味ではこの北区都議補選っていうのは、ええー、だからここで、だから都知事選もそうなんですけども、まあ、あの、何て言うか、結果どうなのか関わらず、やっぱりその、ある程度今回、 その野党がね、支援してる宇都宮さんだったり、この斎藤さんだったりが、どれだけその得票するかによって、えー、今年あるかもしれない、解散総選挙とかね、まあ、来年にもあるかもしれ、来年1月にもあるかもしれないと、言われてるね、まあう、のー、解散総選挙への、ね、影響を考えたら、やっぱり投票率を上げる、えと、ー、いうことを考えていかなあかんのちゃおうかなっていうのは思うんですよね。 こ、うん、こでもしね、斎藤さんが、えー、勝てば本当に野党にとっては、野党共闘にとっては追い風ですしね、うん でまあ、最近、宇都宮健事さんも、本当にいろんな著名人の方がね、えー、応援されていたりすると、あの、検察庁法改正案の、あのー、最初にツイートされた方とか、えー、ほんで明日、あの、小島恵子さんというね、ま、あのー、ラジオとかやってた、えー、の方が司会で、えー、明日、宇都宮さんのネット配信するとかですね、まあ、あと、前川紀平さんもなんか外線に、 え、なんか応援になんか駆けつけたりしてるみたいなね、なこともなんか見たりしましたけども、もうほんといろんな方がね、宇都宮さんを応援してるってそれはもうね、明日から3日公募ということで、都知事選も後半戦なんですけども、まあいいことなんちゃうかなと。うん。いや僕もっとね、ほんと誰が、あの、宇都宮さんを応援してるとか、 こういう著名人の方が応援してますよっていうことをもっとアピールしたらいいのになっていうふうに前から言ってるんですけどもなんかそこはちょっとわかりにくいなとむしろなんかネトヨみたいなアカウントがですねな、こんな人たち宇都宮応援団だ,だみたいなふうにあの名前羅列してるのがすごくわかりやすかったなっていうねあの <laughs> もうちょっとそこ考えてほしいなと思いましたけどもねうんまあ他にもねあの北 都議補選だけじゃなくて、えー、日野市、北多摩、第3区、大田区でもね、えー、都議補選がありますんで、そういうことを考えても、今回の都知事選で、どれだけ投票率を上げるかっていうね、どれだけその有権者に選挙に行ってもらうかっていうのがね、大切だと思うんですよねうん、まあ、ほんとそこはね。 まあでもね、まあなんかもう、本当その、都知事選もね、なんかもう最近はもう投票率5割切ってるみたいなんですけども、いや本当投票行かない人っていうのも僕は本当に赤のちゃうかなと思いますよ。うんこんだけコロナでね、東京都も大変なことになってんのに、それでも政治に関心もたんとですね、選,選挙に行かないと。 やっぱそう、大人、いい年来いって選挙に行かないってのはどうなんやっちゅうね。いや、僕はやっぱね、マザー・テレサじゃないですけども、本当に最大の敵は無関心でね、えー、宇都宮さんと似たような候補ディスってる場合じゃないですよって僕はね。<laughs> <laughs> 思いますけどもね、本当に。まあ、帰宅途義補選も、えー、盛,盛り上がってるんじゃないのかなと思いますね。盛り上げてほしいですね、もっとね。うんで、それによって宇都宮さんも盛り上げていくっていうのが、えー、いいんじゃないのかな。都知事選全体を盛り、盛,盛り上げるっていうことが僕は一番、えー、大切なんちゃうかなと思いますけどもね。うん、チャンネル登録よろしくね。